보내드리는 KBS 월드라디오입니다. 한국서울からお送りしています. KBS ラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです. 여기는 대한민국 서울에서 보내드리는 KBS 월드라디오입니다. こちらは韓国ソウルからお送りしています. KBS ラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです. 서울에서 보내드리는 KBS 월드라디오입니다. こちらは韓国ソウルからお送りしています. KBS ラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです. 대한민국 서울에서 보내드리는 KBS 월드라디오입니다. こちらは韓国ソウルからお送りしています. KBS ラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです. 여기는 대한민국 서울에서 보내드리는 KBS 월드라디오입니다. こちらは韓国ソウルからお送りしています. KBS ラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです. 대한민국 서울에서 보내드리는 KBS 월드라디오입니다. こちらは韓国ソウルからお送りしています. KBS ラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです. 여기는 대한민국 서울에서 보내드리는 KBS 월드라디오입니다. こちらは韓国ソウルからお送りしています. KBS ラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです.
からお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。この放送は1時間の番組で、毎日午後5時から7.275MHz、 午後5時と6時から 6.155MHz、 午後7時から 6.095MHz、 午後8時と9時から中波の 1170kHz、 そして翌日午前10時から 9.580MHz、 午前11時から 11.810MHz でお送りしています。1月25日金曜日のニュースをお伝えします。まずこの時間の主な項目です。韓国軍当局は24日日本の海上自衛隊の哨戒機が低空で接近し、威嚇飛行した証拠だとする画像5枚を公開しました。日本側は撮影者の位置も不正確だと批判しています。国会はアメリカのヴィーガン特別代表の新たなカウンターパートとして軍縮業務を担当した元スペイン大使を指名し、その思惑に関心が寄せられています。今日の焦点でお伝えします。人工的に雨を降らせることで大気汚染物質の低減につながるかどうかを確かめる実験が韓国西部の沖合で25日行われました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。韓国軍当局は24日日本の海上自衛隊の哨戒機が23日午後、韓半島南西の伊予島沖で韓国海軍の艦艇に低空で接近し、威嚇飛行したとする際に撮影した画像5枚を公開しました。画像のうち1枚は駆逐艦の通信アンテナ越しに哨戒機が飛行する様子を映しており、また別のレーダー画面では離着距離540メートル、高度200フィートという数字が映されています。韓国軍当局は機械は嘘をつかないと述べ、韓国の主張を裏付けるものだと強調しました。ただ日本側はこの写真について撮影者の位置も不正確で距離も高度もわからないと批判しています。